ファビアは、シュコダが製造販売している自動車である。1999年に5ドアハッチバックが発売。後に、コンビが2000年、セダンが2001年に、ラインアップへ加わっている。親会社のフォルクスワーゲンとの連携によって、開発された車種で、フォルクスワーゲンポロ、セアとイビーサなどとプラットフォームを共有する。コンポーネントのほとんどが、フォルクスワーゲン由来でありながらも、 フォルクスワーゲングループの他のモデルよりも安価で提供されたことがファビアの成功の一因となった。1.2リットル HTP エンジンはもともとファビア専用に開発されたが高い評価を受けて後にフォルクスワーゲンポロにも使用されることとなる。また、かつては1.24リットルオフ 8VMPI エンジンも搭載されていた。これは ファボリットなどに搭載されていた1.3リットルエンジンの改良版でフォルクスワーゲン参加に入る前に開発されたものであるが基本設計の古さゆえに性能向上が難しくまた将来のハイガス規制に対応できないことから2003年にカタログを打ちした1.9リットル TD96kW は 6MT と組み合わせられて高性能グレードの RS に搭載される ちなみに、ファビア RS は、ディーゼル版のみで、ガソリン版が存在しない、最初のホットハッチモデルである。2007年3月のジュネーブモーターショーにて、世界初公開された。外寸は、先代から、わずかに拡大されて、全長 3992mm、全幅 1642mm、全高 1498mm となっている。フォルクスワーゲンポロや、 セアトイビサ、アウディエイチとプラットフォームを共有する。スタイリングは、ルームスターと同様のフロントノーズが与えられているが、鈴木スイフトとの類似性も指摘されている。2014年パリモーターショーでデビュー。モータースポーツへの参加も継続して、活発に行われており、WRC2 やヨーロッパラリー選手権などのラリー競技に3代目。 ファビアをベースとした f i a r も車両がプライベーター向けに販売されている。日本でもクスコの丹山ンンー也がアジアパシフィックラリー選手権王者を獲得。2021年には全日本ラリー選手権にも登場し、福永治が2勝を飾っている。ありがとうございます。